この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します。今夜から明日のお天気、週間のお天気まで見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 お願いします。お誕生日おめでとうございます。 ありがとうございます。いつの間にかラスト20代になってしまいました。そうか、はい、あっという間ですね。あっという間だよね。じゃあそうか、20代の後半にかけてはキャスターとしてずっと駆け抜けて生きているってことだもんね。ですです。もう20代の半ばからは半分はもうウェザーニュースですね。そうだね、はい、どうですか今年の、29歳の抱負。抱負ですか、うん、ありますか。考えてきました。あ、偉い、聞かれると思った、はい、ここで聞かれると思って言おうと思った、ごめん聞いちゃった。いや大丈夫大丈夫また後で言って言って、うん、今も言ってもらっても。ゆかりんさんありますか、ちなみに抱負って。うん、私の今年の抱負ですか、はいはい、もう何、健康第一とかあ、でも大事ですよね。そうだね、もう健康であって例えば何でもできると思っているの で本当にそう思います、うんうん、そうだね、無病息災ですね、やっぱり。あ、そうそうそう、あとまあ挑戦する気持ちを忘れないとかね。新たな挑戦ですね。そういうのはあるかな。いや、何かありますか、挑戦したいこと。挑戦の前めっちゃ聞いてくるじゃんなんかあのちょっとね、あ、情報を、情報を、挑戦したいことか、はい、そうね、でも今年挑戦したいってずっと言い続けてできなさそうだなって思ってるのがキャンプとか。あ、キャンプ、うん、趣味をね、なんかこう増やしてみたいなとか、そういうのはありますよね。キャンプも確かにやってみたいですけど、やってみたい、一歩が大きいですよね。そうなんだよ、踏み出す勇気が必要ですよね。そう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 、準備と予定を立てるとか、確かに一歩踏み出すのがなかなか、期間もまとめた方がいいですもんね。だね、そうだね、うん、どのくらい期間取ったらいいのかも、休む時間とかもやっぱり、そうそうね体バッキバキになって帰ってくるかもしれないもんね準備に結構時間かかりますもん ね、 ねでもいつかやってみたいな、頑張りたいなというふうに思ってます、はい、ぜひぜひ、うん、じゃあ一個だけ教えて。何がですか。抱負ですか愛に生きる愛に生き、愛に生きる、愛に生きる、愛に生きる、なんか、はい、なんかあれだな、深い、ちょっとね、深いね、きっかけがあったんですよ。そうなの、はい、またじゃあまた番組で教えてくれる、はい、で皆さんこの後ぜひムーンもね、お楽しみにしていただきたいと思います。イブニングでは今日ね、穏やかな